フリーダムライターズはアメリカ合衆国での実話をもとにしたノンフィクション作品及びそれをもとにした2007年の映画。1994年カリフォルニアロサンゼルス郊外の公立高校に赴任した新人英語教師エディングルーウェルは荒れ放題のクラスを受け持つことになる。人種ごとにいがみ合い、授業を受ける気などさらさらない生徒たちを相手に エリンは授業の進め方に苦心する。夫に支えられながら教材にラップを取り入れるなど努力を重ねていく。ある日の授業中、ラテンアメリカ系のティトが黒人のジャマルを馬鹿にした絵を描く。エリンはその絵を見て、第二次世界大戦のホロコーストがこうした差別から生まれたことを説明するが、生徒たちは理解ができない。エリンはアンネの日記を教材にしようとするが、 教科長に予算の無駄と拒否されてしまう。エリンは毎日何でもいいから日記を書くようにと一冊ずつノートを配る。最初は罵しり言葉ばかりしか書いていなかった生徒たちは次第に自分の声で語るようになる。点数はつけず特に読んでほしい場合は特別な戸棚に入れるように指示し生徒たちの環境の厳しさを知るようになる。エリンは日記を通して 生徒たちと向き合うようになり、生徒たちも次第にエリンに心を開いていき、悲観的だった将来を改めていく。アンネ一家を支えていたミープヒースも招待する。しかし、夫も上司も理解をしてくれない。生徒たちが書いた日記は、集められて一冊の本として出版され、ベストセラーとなった。その後、グルーウェルと生徒らにより、NPO 団体、 フリーダムライターズ基金が設立された。2008年7月3日、フジテレビ系奇跡体験、アンビリバボーで取り上げられた。キャッチコピーは昨日までの涙がインクになる。それは一人の新米教師と一冊のノートが起こした奇跡の実は役名、俳優、ありがとうございます。